AMG63MGS のクーペですが、それの、マジックボディコントロールが、標準でついてるんですけど、それにさらにですねカーブチルティング機能というのがついてまして、これは非常に面白い機能でして、筒コーナーでロールするのをですね、そのロールする側を持ち上げてしまってロール感をなくそうという、ちょっと考えるとなんかすごい不自然じゃないかと思って、そんなことやっていいのかなと思ったんですが、実際にこう今走ってますと、これやってるんですけども、非常にナチュラルで、なおかつロールが少なくて、とてもコーナリングイージーになります。すごいコーナー早いんですよね。で今ちょっと前が詰まっちゃったりしてて、好きなペースでは走れないんですけども、割とこうちょうどいい、なんていうのかな、曲率のコーナーをちょうどいいパワートレーンで走ると、ドリフトのような状態が非常にイージーに実現できたりとかですね、予想以上にこれは面白い機能っていうか、よくできた機能で、ちょっと驚いてます。で、不自然に逆に傾いてる感じってしないんですよね、実際乗っちゃうと。シミュレーションをやるマシンがあるんですけども、それに乗るとこんな逆に傾いていいのかなと思うんだけども、実際は全くそういうことないですね。してないんですが、ちょうどいいぐらいに傾いてて、とても不思議な感覚というよりは非常にこうナチュラルで、これ慣れちゃうとあんま不思議な感じしないんですよね。昨日乗った普通の S のクーペより全然パワーありますね。迫力ある。もともとマジックボディコントロールですから、非常にフラットで、余計な動きしないですね。あくまでフラットにこう上下に動いてるだけで快適です。すこぶる快適です。バホってシフトダウンした時の音がいかにも AMG らしいですね。